ティーチャー久保、ティーチャー久保、久保さん、久保さん、久保さん。いやー、セッティング終わりましたね。めちゃくちゃこのモニターアームいいっすね。で、久保さんのタイトル、やっぱ上級者ですね。1億円稼ぐデスクってめちゃめちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃいいっすね。まあ、乗っかりますけど、月収100万稼ぐデスクですね。もう完全に乗っかってくっていうね。めちゃくちゃいいっすね。1億円稼ぐデスクって良くないですか？うん。いいと思います。これいいんじゃないですか、久保さん。一つ、当たりコンテンツっていうか、ロングで回りそうな、リモートワークね、めちゃめちゃ続きますからね。だからリモートワークでデスク環境を整える動画ね、かなり結構回ってるんで、いいと思いますね。はい。で、まあ僕は月収100万稼ぐっていうデスクなんですけど、まあ久保さんの場合はね、Chrome ディスク、Chrome パソコン、1万2000円のメルカリで買ったところからスタートしたわけなんですけど、まあ僕の場合は、まあ久保さんのちょっと逆で、まあお金がないけど設備投資していくっていう。これはちょっと危険なんでおすすめはしないですよ。お金があるからこういうパソコンとかね。これモニターはもう34インチで12、3万したやつなんですけど、あと、まあ MacBook もありますけどね。MacBook。これ50万ですね。50万。MacBook Pro 16インチ50万。カスタマイズ。50万です。で、お金があったから買ったわけじゃないです。この MacBook Pro 16インチの50万のパソコンも、ローンで買いました。ローンで。借金で。ショッピングローン、Apple 金利手数料無料で24回払いで買いました。月々2万ちょっとですね。まあ、これはちょっと一括で買いましたけど。でもこれ買うために僕何したかっていうと、不要品ハードオフで売りまくりました。不要品をハードオフで売りまくって、で作りました。だお金がなんかないけど買うっていう、でも作るっていうね。まあハードオフね、伝票やばいっすね。ハードオフ何回行ってきたやねんっていう、このね、すごないですか、この伝票。これで、このハードオフの久保さん、これで、これ作りましたから、これでハードオフで作ったようなもんです、これね。不要品で作りました。もう使わないもの全部売り払って、断捨離してこれ手に入れました。だからまあ月収、僕のそのなんだ、買い物術としては、お金がなくても自分がお金を生み出すものですね、うん、このマウスとかもこれね、めっちゃ久保さんいいんですよ、ね、これねわかります？あ、これ、あ、ちょっと今配線が取れちゃいましたね。配線の絡みが、これね、これどうすか、久保さんこれめちゃくちゃいいっすよ。これはいい。これね、動画をご覧の皆様、今日はね、1億円稼ぐ めちゃくちゃいいですね。まあ僕の場合はお金があるから買うんじゃなくて、お金がなくても買っていくと。で、なんでかっていうと、まあお金を生み出す、まあそのツール、まあ相棒みたいなもんなんですよ。なんでそこに対してはあまり出し惜しみをせず買っていくっていう。で、まあ、パソコンなんか分かりやすくて、低スペックのパソコンと高スペックのパソコンだと、やっぱその処理速度が全然違うんですよ。だからモニターの大きさもそうで、
モニターが大きい方が見やすいし作業効率上がるじゃないですか、当たり前ですけど。でもじゃあ高いですよね。まあモニターもピンからキリなんですけど、まあこれ12、3万しますけど、ピンからキリなんですよ。だからまあ安いものを選ぼうと思えば選べるんですよ。だからパソコンに関しても Chromebook みたいなね、中古の安いやつ買えばいけるんですけど、でもそのね、止まったりするわけですよ。カチカチ固まったりとか。いいの買えば止まんないですよね。と作業効率が上がるから、そのお金も生み出しやすくなると。うん。商売道具は、できるだけケチるなっていう。これが僕の、お金があろうがなかろうが、うん。僕の流儀みたいなもんですね。買い物術みたいな。これヒカキンさんもそんなこと、ヒカキンさんも同じような話をしてるんですよ。毎回ヒカキンさんもフルスペック買っててるんですよ。だからスーパーで、レジ、スーパーバイト、スーパーのアルバイトしてる時も自分の許容範囲でできる限りマックスを買って、でまた稼げるようになったらまたマックス買ってってっていう。でそれで今に至るっていう話があるんですけど、まあ僕そっちタイプですね。お金がなくても投資していくっていう、うん、まあでもあんま危険なんでね、真似しなくてもいいと思いますけどね。そう、ただなんだろうな、結局その稼ぐためには行動していかないといけないわけじゃないですか。じゃあその行動の原動力を作っていくっていう感じですね。絶対稼がないといけないっていう、うん。だからみんなその行動できない稼げない理由って多分原動力、まあ久保さんとかはね、内から出るものがあると思うんで別にいいんですけど、僕も内から出るものはあるんだけど、内から出ないものもあるんですよ。だから一般の人なんですよ。久保さんはちょっと隠居なんで、ちょっと別世界の人なんでちょあれですけど、僕は一般人なんで原動力って内から出るものもまああるっちゃあるんですけどないんですよ。なんでそれを自ら作っていく、稼がないといけない環境を作っていく、なおかつ、お金がなくてもこういう設備投資することによって作業がどんどん効率化されて、うん、どんどんいい感じになっていくって感じですね、うん。まあ真似はしなくていいと思うんですけど、ね、お金なくてもね、ローンでね50万のパソコンはね、ちょっとね、久保さん80万ですか70万でしたっけ、エイリアン PC 出るのね。そこ、まあ、今度僕 MacBook Pro がまたリニューアルされたらまた買いますけどね。僕の場合はノートパソコンに金使いますね。まあこれ持ち歩くんで。デスクトップはもう多分あんま買わないですね。まあ買ったとしても多分5年後とかですかね。こっちのデスクトップに関してはそんなにもう重い作業そんなにしないので、うん、ぶっちゃけ性能を落とするならば、こっちのデスクトップよりこっちのノートパソコンの方が性能高いと思います。性能的にはな。こっちはウェブ観覧とか動画観覧とか、あとまあ簡単な、まあこれもまあまあ悪くないですけどね、スペック。デスクトップに出るやつ、これ多分15万ぐらいしたやつなんですけど、まあ、こっちの方が高いですからね、普通に。まあいろいろとお話ししましたけど、まあ環境づくりですね。内から出るものがないんだったら、そのエンジン、自分の原動力、行動力を促す環境づくりをしていくべきだと。でそれはリスクと代償、うん、リスクがあるからこそそのやれるっていうか、うん、だからそのなんか全くノーリスクでね、うん、稼ぐって、だから失敗せずに稼ぐって成功するって僕無理だと思うんですよ。久保さんどうですか、失敗せずに成功とかありえます？多分ありえないですよ。だからリターンを得たいんだったらリスクは持たないといけないよっていう、このリスクとリターンの関係と、なんだ、失敗と成功のこの関係性、僕はほとんど一緒だなと思うんですね。ただですよ、さっきも言った真似することはお勧めしないです。なぜならばリスクを取ってそれで稼げなかったらどうするんですか吉谷さんみたいな話になるじゃないですか。それは自己責任でっていう話なんで。でも久保さんもね、最初実際やってますからね。だって Chromebook が1万2000円ぐらいなんですよ。でも久保さんが入った塾30万ぐらいなんですよね。クレジットカード2枚枠でね、限界ギリギリで入ってますから。
だからノートパソコンより何に設備投資したかっていうと、この知識に投資したわけです。うん、であれがなかったら今ないだろうし、うん、まあそんな感じで、まあ危険な綱渡りですけど、やるかやらないかはあなた次第ってことですね。まあ僕はやります。もう原動力を作って、行動の原動力を作っていかないといけないんで、うん、だっていいものを買った方がモチベーション上がりません？多分 Chromebook12000 円買った時のわしゃーっていうモチベーションと、多分70万のパソコンを買った時のモチベーション、うわしやるぞっていう、このやるぞの原動力って多分ちゃうと思うんですよね。久保さんどうでしたかね？ Chromebook の12000円のモチベーションと、まあちょっとね、立ち位置が違う、ポジショニングが違うんでちょっとあれかもしれないですけどね、そのエイリアン PC 買った時のもう 財力と経験値と、こっちのあれがちょっとポジショニング違うんであれかもしれないですけど、なんか例えば今 GoTo トラベルでね、旅行ありますけどもね、旅行みんな行ったりとかしてますけど、じゃ安いね、ビジネスホテル、安い一泊4000円とかのビジネスホテルに泊まるモチベーションと、一泊3万とかの旅館で美味しい料理出てくる、客室に持ってきてこのなんか海鮮がこう出てくるみたいな、そう、多分モチベーション変わると思うんですよ。うわうまそうとかね、うわ綺麗とかね、だから3000円とかの安いビジネスホテルで汚ねえなみたいなね、多分モチベーション変わりますよね。うん、だからモチベーションを買うって感じですかね。うん、まあいろいろ、まあいろんな話できると思うんですけど、まあまあまあおすすめしないです。はい、自己判断でいってらっしゃい。